こんにちは、白石太蔵です。のりきかおりです。はい。この間動画でですよ。2019年以降は、からね、また世界が変わったと。2019年以前は、ノリと勢いで、割とどうにかなってたものが、2019年からはちょっと意識が変わって、より誠実さとか丁寧さ、そういったのが出てきたという。じゃあそういう時代になって、人との関わり方、人間関係だとか、そういったところの付き合い方っていうのかな、はどんなふうに変わっていくんでしょそうだね。やっぱこんな時代になっちゃったから、そうだな。価値観が近しい人と密になるといいかなっていう。密ってちょっと今良くないのかもしれないけど、そういう意味ではなくって、全部が全部全く一致しなくてもいいので、どっか一部分だけでもいいから、共有できる、価値観の共有ができる間柄だったらつながっていけるなっていうふうに思う。なるほどね。割とさ、今まで結構メジャー思考というか、誰かと比べたりとかする人たちがすごく多かったじゃない？みんなやってるから、みたいなのとか、みんながあそこに行って、インスタで上がってきて、素敵だからみたいな。あれが流行っているからとか、そういうものとかに割とみんなこう引っ張られやすかったというかさ、その価値観がちょっとこう変わってきてるっていうことかな。そうだね。どうしたってさ、物理的にみんなで何かをするっていうことがすごく難しくなってるじゃない？コロナの影コ響ロとナかので。影響があって。ということは、自分の中で何が大事なのかっていうのが結構明確に見つかりやすいかなと思うのね。その外からの刺激っていうのが少なくなるから。なるほど。だから自分の中で、あ、これが本当は良かったんだなっていうのが見つかったならば、同じ気持ちでいる人、今ネットでいくらでも探せるからさ、その人たちとそのネット上だけでもこう同じ時間を過ごす、30分とかでもいいからさ、なるそういほどうこね。とが大、そういうつながり方がいいかなと思ああ、なるほど。う。だから、リアルに会えるとかそういうものよりも、心の、その価値観が近しい人で、オンライン上でも密になっていくっていうかね。だから、メジャーである必要がなくなるんなだいよね。ね。どんどんマニアックになっていくからね、この後。何万人規模のね、イベントにこう、わざわざ行く必要がないというか、行けな行きい。づらくなるよね。行くに行けないような環境だったら、どうしても価値観近い人たちとオンライン上でも集まって、気心が知れた人と、打ち解け合う。そういう時間の方が、大事にはなっていくよね。なるほど、なるほど。なんかみんながいいって言ってたものじゃなくて、もう個々の心の中、感性の方が、その感性の豊かさみたいな方が大事になってくると思うし、実際そうだしね。だってさ、映画も今何が売れてますとかさ、映画館にすら行くのが難しいのにさ、ヒットしてるから見ないととか見たいとかいうのもないもんね。ヒットのしようがないからないよね。ね。そうしだて、ね。何が流行ってるかがもう昔ほど分からなくなってきてる。テレビで情報もそんなね、僕らも拾わないしさ。例えば、なんか面白い映画ないかなとか思ったら、Amazon プライムとか Netflix とかで、あ、これ面白そうだなって言って、ファッとこう上がってきたものからこう、パッと見ていくっていうふうにね。なるんだよね。だから、誰が、どこで流行っているから、誰が進めてるからよりも、自分が見てきたものの中で、ネット上でこんなのどうですかって上がってき上がったてもくるのね。中で、よりだからどん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 その、自分の趣味というか好きなものがコアになっていくっていう。他人は関係なくなる。確かに。だからライフスタイルがそうなっているから、おのずと共通の価値観の人たちの中でこう固まっていくんだろうね。そうか。よりマニアックなつながりっていう感じがする。でも
メジャーが好きな人を、なんか動員数が大きいものが好きな人っていうのもいて、それはそれで価値観が共有するできる人がたくさんいるっていうのは幸せなことだから、そのままでいいと思なう、るそうほいうど、人なたるちほど。は。でもマニアックな人たちがなんかしょげる必要はなくなった。ああ、肩身が狭くなくなったってことね。そんな感じがそすれる。がどちらかというとスタンダードになってくるんだよね。なるほど。じゃあ人間関係っていうのはより、細かく分かれていあ、そうだね。く。そう思うよ。A グループ、B グループ、C グループってちっちゃなこう、グループが、そう、ちっちゃグなコループ、ミュニティっコていミうュニのティは、がね。いいかなと思う。なるほど。そうね。あと、やっぱりパートナーシップっていうのもさ、最初の小さなコミュニティじゃない？そうだね。こう、家庭とか、家族の中でも、パートナーっていうのはすごい一番ちっちゃい単位だと思うんだけども、そこもさ、やっぱり価値観とかが近しいといいよね。まあ当たり前か、これは当たり前なんだけども、でもそのもうこんな時代だから余計なんだけども、足を引っ張るって言い方よくないかな、こうしたいなっていう時に簡単に相談できないとか、ちょっとこう相談するのすら躊躇してしまうような間柄であったら、なかなか厳しい、外に行けない分ね、ちょっと厳しくなってくると思うよ、以前よりもさらに。何より時代に合わないことしちゃうとうまくいかないんだよね。だからそのパートナーシップが、価値観の共有っていうところでは時代に合わないわけじゃない。もしその、不仲だったり不と仲か。だったりすると。まあだから僕らもさ、パートナーシップっていうのをセミナーの中でもメインテーマにね、これはこういう時代だからっていうので、持ってきたわけですけどもね。そう、それがね、お互いが、お互いの価値観が、なんだろう、ほっといてほしいっていうかさ、そんなにこう交わらないっていうタイプの2人であれば、何の問題もないよね。問題ないよね。そう。だからね、パートナーシップはすごく、これから重要なテーマだと、僕は、ね、僕らは思っ思てっるんてでるすよね。ね。一人だったらちょっと飛び込めなかったところが、二人だったら、あ、やっちゃうかみたいな感じでね。ポンって変われたりもするもんね。勇気が出やすい。そうだね。じゃちょっとパートナーシップについては、この後でまた、わまかたりまし長た。くなりそうなんでね。今日は、2019年以降からの、この人との関わり方、人間関係とかがどんな風に変わっていくのかというお話でした。ありがとうございありがとうまございしました。た。